はい、東洋流整骨院院長の石丸です。お願いします。本日は、不妊症の改善法、生活習慣編についてお話したいと思います。生活習慣編の中でですね、携帯電話についてお話したいと思います。携帯電話は、ズボンのポケットと身につけずカバンに入れましょうということなんですよね。携帯電話ですね、ポケットにね、入れてるとよくありませんよということなんですね。どうしてかというと電磁波の影響があるんですね。電磁波の、電磁波の影響によってですね、精子の数が減ったり、運動率が下がるという、医学的な、報告があるわけなんですよね。だからですね、日常的に、携帯電話をですね、皆さん持ってるかと思うんですが、できるだけ、ポケットには入れずに、カバンの方にね、入れていただけるようにですね、していただくと電磁波の影響を受けにくくなりますので、精子の数、運動率が、保たれることになります。そういったことをですね、気にしてですね、不妊症の改善法ですね、男性の方ですね、行ってみてください。以上です。